ケンイチです。今回も動画をご視聴くださいましてありがとうございます。午前5時54分ただいま伊勢自動車道かなを走ってます。はい、もう伊勢自動車道といえば行く場所は決まっております。伊勢神宮の方にお参りの方に行きます。この朝早い時間に伊勢神宮に行くのはですね、まあ人を避けるっていうのももちろんあるんですけども、冬至過ぎということで、まあ綺麗に朝日が昇ってくれればですね、伊勢神宮の内宮の鳥居のど真ん中に太陽が上がってくるっていうことで、この時期見に来る人も多そうな感じもするんですけどもね、まあ行ってみるだけ行ってみようっていうことで、まあ、朝から車を走らせてます。日の出が6時56分ぐらいっていうことなので、まあ余裕で到着することはできるんですけども、天気の方は残念ながら曇りなので、まあ見れないかなとは思いますけども、まあ行くだけ行ってみようと思います。の出口です。ここで高速道路を降ります。料金の方もですね、割引が適用されまして3400円ぐらいで来ることができました。やっぱりいいですよね。休日割引でも深夜割引でもいい感じです。もうここは何度も来ているので迷うことはありません。この道をですね、右に曲がりまして内宮の方へと向かってきます。左に行くと外宮の方へと行くことができます。本当はですね、外宮からお参りしたかったんですけども、日の出の時間が微妙だなということもありまして、とりあえず内宮の方から行ってみることにしました。左手に猿田彦神社が見えまして、この先の交差点ですね、右に曲がると伊勢神宮内宮の駐車場の方へ行くことができます。そしてまっすぐ行くとですね、一斉市営の駐車場にも止めることができますね。もうこの朝早い時間帯だったらですね、普段だったら車線がコーンとか置かれて規制されてるんですけども、それもありません。そして内宮の方の駐車場に行ってもですね、それほど人が多いということはありません。僕はですね、ちょっと間違ってしまってまっすぐ行っちゃったので、ぐるっと回って内宮の駐車場の方へと向かっていきます。ちなみにこの交差点を左折するとですね、市営の駐車場がある場所へと向かいます。ぐるっと回って伊勢神宮内宮前の交差点へと戻ってきました。先ほどはですね、この交差点を右から来たという感じなんですけども、ちょうどですね、これをまっすぐ行きますと伊勢神宮内宮のすぐそばの駐車場に停めることができます。12月の土曜日なんですけども、10時ぐらいになるとですね、もう人がいっぱいになってきてなかなか止めづらいということになってきます。まあ、伊勢神宮内宮の前の駐車場はということですけどもね、朝早い時間帯に来るとですね、駐車場もガラガラです。どこでも止めれるというのも一つのメリットですね。伊勢神宮の参拝自体はですね、朝5時ぐらいからすることができますので、早い時間に来るというのも悪くないんじゃないかなと思います。ただですね、おかげ横丁に行ったりとか、まあそういうところに行きたいんであれば、この時間帯に来るとね、ちょっとどこも店が開いてないみたいな感じになります。赤福本店は開いてるんですけどもね。何も見えないわ。うん、さっき参拝する、間に合うよ多分。だって、あ、スマホ置いてきてもらったかな。
もっと寒かったら多分まあ大丈夫だと思うけど、流れてるし。それをこう考えてっていうのをしたのがすごいなって思うね。ハッピーハッカフグナイクのお参りが終わって赤福に寄って、これから先ですね、本当は下空内空とお参りをしたかったんですけども、時間の関係上それができなかったので、これからですね、内空から近い順に神社を巡っていこうと思います。車で行くのに最初に近い場所はですね、猿田彦神社になります。猿田彦神社は内空からですね、もうまっすぐ来れば駐車場が見えてくるといった感じです。回りたいですね。猿田彦神社の参拝を終えまして、これからはですね、月読宮の方に向かっていこうと思います。月読宮もですね、ここからすぐ近くなので、車で行くとですね、5分ぐらいで到着することができます。国道23号線方面と向かって走ります。この交差点がですね、なんか電車でいう切り替えポイントみたいです。ちょっと面白いですよね。ちょっと分かりにくいんですけどもね。左手に月読みの宮が見えてきました。あ、でもここから撮れるかな。
月読みの宮を出て最後にですね、外宮の方へと向かいます。外宮の方はここからですね、10分から15分程度で到着することができます。外宮の方もですね、駐車場は無料で止めることができます。到着時刻が10時前ということになりましたので、人はですね結構多かったかなという感じです。まあもちろん駐車場に車が止めれないぐらい人がいっぱいということはないんですけども、朝早い参拝と比べるとですね人が多かったなという感じです。来たね、多分なんか歩いてる、多分そこを、まあ、すぐ来た気がする。そっち側が宇治山田の駅だと思う、うん、そこはストレスだと、ここまで伊勢神宮のですね、内宮、猿田彦神社、月読みの宮、外宮と参拝をしてきました。お伊勢さんに行ったらですね、いろいろと参拝したい神社はありますけども、大体ですねこのコースで参拝をしてですね家に帰るといった感じになります。2021年のですねクリスマスの時に参拝に来ましたけども、まあ、今回もですね無事にこうやって参拝を終えることができてよかったです。2022年もですね視聴者の皆様に支えてもらいながらですね、この動画、このチャンネルを続けていけたらなと思っていますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。